アンプでね、譜面見ないで指揮されてる写真です。すごいでしょ。それでもう一つはですね、作曲もされましたから、竹取物語っていう曲があるんですけど、その曲はですね、ノーベル賞もらわれた湯川秀樹さんが受賞されたときに、晩餐会に流れたのがこの方、その竹取物語。たくさんされてます。で、桜もこの方の編曲って聞いてますけどね。だから結構、短い人生でね、映画も撮っている。映画のお客さんも好きだって、そうそれで、作るね。ちょうどこんなのだから屋根はね天井張ってません。でこちらがですねこれね大黒柱でこれ針ですね、針にすごいこれから行きましょうか。西本願寺の横にある中で主に武家出前といいますか、武士の方が年なので取っちゃう。でこのこういうこれは一級寺型なんですけどね、いろんな、19寺ほどみんな違ってますけど、ちょっとずつね、これは長いこれは基礎石です、お寺の、ね、柱が立つ石です。こう目線を合わさなくていいように配慮してある仕掛け。でここで待ってて、あちらの、ね、お茶室まで呼ばれたり行くわけですね。で、2つお茶室があるんですけど、そして左側が円になって、ツバメなんていうお茶室なんですね。二つの手、右側が蜘蛛の足とか運客とか、それの写しです。どちらも同じものになるんです。こちらが二条大運客、二条だり、二条にね、三分の二の畳がありますね。炉が切ってあって、で三角のところが床の間になってます。はい、それ一脚一定とね、お客さん、先生とこれ小川陣営さんのね、お庭、そうそう、中からピッと覗けますけどね、これ、さっきとね、真っ黒いでしょ、同じやつ、本先生作った商売ですから。でこちらはね、純正の清水店ね、これもなんかここと似た、同じような器材も、ね、使ってます。でこれ富士十輪館で、これもこれの近くですよね、宝石の富士ね。それから京都大学の本館もそうです。時計台もそうそうそう、もちろんね、建築学の銀橋といわれ、桜の宮でお花見の有名なところです。造営局の森の子、これです。これですこれもこの先生ね。はいはい、そうなんですよ、ね。出てくるでしょ、いつも。これがそうです。ちょうどお花の頃、私に行ってこれ写したんですけどね。去年ちょうど没後70年でここのね、イベントしたんですよね、高木先生も。それでこういうことしたんですけど。だからまあ、これも1日2日と見回りましたよ。2回ぐらい。こんな橋は知らなかったね、大阪の。そう。だから淀原飯、これ珍しいですね。町屋でこれ、腰掛け、小丸太の腰掛けね。うん、それではそこね。で丸窓はやっぱりお茶室風のね、要素ですね。でこの上でもこうおしゃれにして、このね、何でしても全部丸太ですね。で椅子の水筒も。ラチ屋は一枚板の欅です。これは竹田堀。もちろんそう。あ、ここも。ここも両方ね。でこれは当時釈迦法ですけど、メートルでこの室は設計されてます。広いんです。ね、8畳ですけれど。あちらがそこに将棋盤と将棋駒がありますけれど、あれは坂田三吉さんがこのご近所に、晩年に、ね、おられて、でここへ来て今年と刺されて、で駒の人が出てきますよ。すごくね、もう文化のね、それがやっぱ重要文化財のあれにもなったそうですけどね。ただもう家があるだけではダメ、やっぱり交流